こんばんは、入山明子です。9月1日木曜日、入山明子のつれづれ日記。今日は FM チャッピーの収録に行ってまいりました。収録に行く前まで事務仕事をはかどらせようとパソコンに向かいながら、そしてファックス、お電話、メールでお申し込みの9月11日のバースデーライブの準備を行いました。おかげさまで密を避けるため、現在お申し込みの方で満席とさせていただきます。ご来場の皆様と楽しい時間となりますように、私も精一杯努めたいと思います。さあ、それでは昨日のコメントにお返事を返します。早瀬慎五郎さんは、かわいい中のひよこちゃんみたいなののスタンプをいただきました。山木さんは、素敵な日になりますようにとコーヒーが載っていますね、スタンプです。西山秀子さんは、母の誕生日おめでとうございますと書いてくださってます。あと3日で新曲が聴けますね、楽しみにしておいてください。今日バッチリ収録してまいりましたよ。なんかアプリちょっと触ると可愛いのがたくさんありますよね、またこれからも楽しみたいです。沖島はるみさん、可愛いあきこさんにウキウキ気分になってますね、耳が生えて尻尾がありましたね。それが動くのがなんか面白いですね、可愛らしいですよね。今日も素敵な一日になりました。久しぶりの方ともお電話でお話しして、ちょっと涙を見せながらなったんですけれども、心配していたご主人様の容体が少し良くなってということで、12月にコンサートに行きたいとおっしゃってくださいました。ありがたいなと思ってます。そして、車椅子の方も、車椅子大丈夫ですかという問い合わせありました。大丈夫です。車椅子の方もご覧いただけるようにお席の方が準備してありますので、ぜひお越しくださいね。はるみさん、ボンジーヤーってはるみさんが太陽を抱いてらっしゃいますよ、かわいいです。中垣さんは、毎日こうしてねコメントいただきます、ありがとうございます。駅中信夫さんです、元気笑顔で頑張りましょうねと、水分補給のことに触れられています。お写真を今日はですね、もう一つちょっと動画対象最後のお申し込みの方を別枠でご紹介したかったので、そちらも記事を上げましたので2枚今日はいただきましたね、後でご覧くださいね。稲葉幸恵さんです、豚ちゃん大きなハート出しています。ママさん、いかがですか、お元気でらっしゃいますか。また笑顔で会える日を楽しみにしていますね。山内さんです、おはようございますとね、ご挨拶ありがとうございます。二見さん、グッドモーニングのコーヒーですね、スタンプいただきました。満月さんです、渋谷へ行きましたよ、暑かったですよね、今日から9月、あこちゃん誕生日の月ですねとそうなんですよね、9月はねお生まれの方が多いんじゃないのかな、なんか、周りに多かったですね。乙女座です、乙女座の A 型です、なんかよくあるタイプですねマゲさん、太陽が手を振ってます、月でなくて太陽ですね。寺島さん、今月もお願いいたします、こちらこそよろしくお願いします。風原さんです、9月の初日です、元気で充実した一日。そうなんですよね、今日が始まり、今日もとてもいい日になりました。辻明子さんです、まあ母の誕生日に触れてくださってます。またね、イベントのお申し込みをね今日いただきました。12月の大阪のライブのもういっぱいになってしまうといけないからと、本当に嬉しいお電話を直接私が受けさせていただいたので、倍に喜びがありましたよ、ありがとうございます。渋谷さんです、よろしくお願いします、今月もよろしくお願いします。
森沢隆さんです。カラオケ行ってダムチャンネル演歌見てきますねと書いてあります。ぜひねご覧ください。ちょっと待っていると何人かの歌手の方がぐるぐる回っていますのでね、タイミングよくご覧にいただけるといいんですが、9月3日いよいよ新曲のオンエアですよ。で、台風が近づいてきてるんですよね。ちょっとそれが心配ですね。私も週明けに、飛行機に乗るんですけれども、どうかなと思ってちょっと心配していますね。柴谷富子さんです。雨の北端海峡ですと。スズムシが鳴いてました。セミでなくてもうスズムシなんですね。優しい声ですよね。私は小学校の頃、母がああいう生き物とかお花とかが好きでしたので、スズムシをもらってきては飼ってましたね。スズムシって本当にいい音で、音を奏でてくれるので癒されますよね。牧野明光さんです。いろいろな打ち合わせお疲れ様でした。お母様の誕生日おめでとうございますと、ここでも触れてくださってありがとうございます。つれつれ日記なっこさん、また可愛いですねと書いてくださいました。ありがとうございます。チャッピーの収録行ってきましたよ。土曜日9月の3日13時半からぜひ放送、たくさんの方に聞いてほしいですね。ブラックちゃんも聞いてくださいね。お仕事の都合がいいといいのですが、それからもう一つの動画大賞のご紹介をしたところに、木永さんもう一枚お写真、なんか珍しいお花ですね。台風の影響が心配ですねと書いてくださいました。本当なんですよ。台風どうなりますかね。山木さん、素敵な日になりますようにのスタンプいただきました。塩田さんは、選ばれた超美人様に、若干名様にと書いてあります。おはようございます。もう塩田さん面白いですよね。早瀬さんです。スタンプいただきました、ありがとうございます。松崎末子さん、おはようございます。毎日お疲れ様ですね。健康でいたいですよね。本当に何しろ体が資本ですから。グッドモーニングはこれアバターですね、似てらっしゃるんでしょうね。金地区さんはスタンプをいただきました。沖島晴美さんもスタンプです。森沢隆さん、ね、土砂降りになったり上がったりのコンディション、野外でお仕事なさる方は大変ですね。そして台風が近づいてるのがちょっと心配ですよね。動画大賞エントリーの宇野さん、楽しげに歌われてますねと書いてくださってます。本当なんですよ。宇野さんはいつもね、工夫をして、でも素朴に歌を楽しみながら歌われてましたよね。さあそれでは審査が楽しみです。どなたに、優勝、鶴瓶さんの家族に乾杯で出られてた方が、大理石の加工の方が、作ってくださる盾をプレゼントいたしますよ。どなたでしょうか。石山秀子さんです。スタンプいただきました、可愛らしいですね。それからブログに行きますと、ブログの方が今日は野良猫にゃんにゃんさん、おはようございます。いろんな動画があって楽しいですねって、私は歌うのが下手なので歌いませんということですが、猫のぬいぐるみを着て猫真似だったらできますと書いてありますね。猫真似だったらできるかもしれないですね。そっか。さあそして YouTube です。牧野和恵さん、今日のあきこさんはとても可愛いと褒めてくださいました。嬉しいです。そうなんですね。午後から狭山が丘、そして狭山が丘の綺麗なお花を、撮影して今日送ってくださいましてありがとうございます。今日は雨が突然降ったりしましたけど、無事にお帰りになれましたかね。ちょっとだけ心配しています。梶原ひとみさん、あきこさん尻尾の動き可愛いとね書いてくださってます。尻尾が動くのがいいですよね。耳と尻尾が動くんですよ、可愛いですね。
そして入山明子施設応援隊さんです。おはようございます。昨日は一日お疲れ様でした。また暑い。そうなんです、暑かったんですよね。9月に入って今日なんかちょっとかなり涼しく感じたんですけれども、まあまだでも外でお仕事なさったり暑い室内にこもってらっしゃる方は熱中症はまだまだ予防してくださいね。もう元気笑顔で参りましょうね。ファイトーとあります。ファイトーです。そして今日はですね、最近時々なんか面白い、ショートの動画を上げたりするんですよね。 TikTok に上げたものをまた再度上げ直したりするだけだったりもするんですけれども、時々コロナの感染後のことで日常生活で注意するようなこととか、私がもう全部知ってるわけではないので一緒に検索をしながらこれが正解に近いだろうということを一緒に探して差し上げるんですけれども、そういった中で、あ、これ分かってた方が得だなっていうような情報も、ショートの方に上げさせてもらうようにしています。でこちらはインスタグラムと TikTok の方にも連動させて、同じ情報をそこの SNS しかしてらっしゃらない方もいらっしゃるので、気をつけながら情報発信してまいりますね。さあ、それでは9月の11日バースデー満員御礼ありがとうございます。そしてですね、9月の3日土曜日13時30分から初のオンエア、それから、初歌いがこの9月の11日新曲を歌わせていただくようになります。バースデーも今はまだまだ心配な時期ですので、目いっぱいお客様を入れずに半分とちょっとという感じで密を避けながら、イベントを開催したいなと思っています。で、ご来場の皆様には突然体調が悪くなってという方には返金もいたしますし、無理なくお出かけになりませんようにお願いいたします。万が一熱が高い、微熱でも熱があるという方もお控えくだされば嬉しいです。ここまで、何事もなく順調に来ました。ぜひですね、皆様と一緒に感染対策をしながら安全にイベントを開催していく方法を模索していきたいと思っています。それでは皆様、また明日元気にお会いいたしましょう。おやすみなさい。